アビスパ福岡対京都サンガ FC の第3節です。まずは前半の5分です。この辺りは京都の良さが出たところですね。そうですね、スタートから京都がまずはペースを握りましたよね、はい、最後は小山津のシュート、中央から崩していくという今シーズンの形です。一方のアビスパ前半の11分です。和子のクロスから田辺が落として最後石津というシーンです。やっぱりこの最終ラインの背後にボールを遅れた時に相手をひっくり返せて、その手前でポイントを作れたりだとか、チャンスをもたらせて いましたよね。前半26分です。京都宮吉がヘディングで落として、そのまま最後はシュートまで行きました。ここは宮吉選手らしさ、パス&ゴーからの相手と並んでから前に入る、この良さが出ましたね。ああいったシーンは今日は2度ほど見られました。後半の10分です。エンド変わっています。石津のこのミドルシュートは惜しくも枠の左、ちょっとシュートが少なかったので、まあ、トゥイルー選手前にいましたけどスペースがあったので、はい、思い切って打ったっていうのは良かったと思いますね。そして後半の20分はセットプレーです。石光から駆け引きをしていたトゥーリオのヘディングシュート、これが、まあ、ちょっとオフサイドにはなりましたけど、まあ、石光選手のキックの高い精度というのは、はい、ここでもう証明されましたし、まあ、次節以降セットプレーも期待されますね。後半の26分、これが得点シーンです。黒木がワンツーで抜け出して最後はシュートを決めます。ここも宮吉となんですね。はい、まあ、ちょっとこうワイドの選手だから中に切れ込んだ時になかなかプレッシャーがかからないというか、ポカッと空いたところはありましたけど、ワンタッチが続いたので、はい、素晴らしい得点が生まれましたね。後半の34分、石光が自ら狙っていって、誰か選手が触れればというところもあったかもしれませんが、はい、もうつま先一つ分